2023年7月17日付の読売新聞がオンライン版で、アメリカのニューヨークタイムズ紙が15日にロシアの侵略を受けるウクライナが6月上旬に大規模な反転攻勢を開始した後の2週間で、前線に配備されたウクライナ軍の兵器の2割が損壊したとする米欧当局者の話を報じたことを取り上げたよ。この中で、ウクライナ軍の損害が大きいことが反転攻勢における成果が乏しい要因になっているとする記事を公表しているな。さて今回はウクライナ軍の反転攻勢による兵器の損失について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。記事によるとウクライナ軍が破壊された兵器には欧米から供与された兵器が含まれ、南部ザポリージャ州に展開している第47機械化旅団では、約3割のアメリカ製の歩兵戦闘車ブラッドレーが損害を受け、ロシア軍が仕掛けた地雷や激しい砲撃によって、数週間前に反転攻勢が一時中断することを余儀なくされたとしているよ。そして、その後ウクライナ軍は作戦方針を変更し、砲撃などでロシア軍の攻撃能力を低下させる作戦に変更したとして、最近は兵器の損壊が減少しており、米政府高官はニューヨークタイムズ紙に対し、アメリカが供与したクラスター弾の使用で反攻のペースが上がる可能性を指摘したとも伝えているんだ。これについて日本のインターネット上の書き込みなどでは、読売新聞はニューヨークタイムズ紙の記事を鵜呑みでそのまま報道しているが、検証しているのか疑問とする声が上がっているみたい。読売新聞の記事では反転攻勢開始1ヶ月後の今でもウクライナ軍の兵器に2割の損失が生じているかのように受け取れるんだけど、このことについては同じ17日にニューヨークタイムズ紙のこの記事を紹介している朝鮮日報オンラインでは、その後ウクライナ軍は兵器の損失を防ぐため戦術を見直し、その結果武器損失は目標通り半分の 10% に抑えたと紹介していることから、読売新聞はほとんど検証をせずに記事を転用したか、あるいはウクライナ軍に多大な損害が発生しているとの印象操作を行うことで、アメリカによるクラスター弾の提供を正当化しようとしているのではないか、とのうがった見方まで出ているんだって。読売新聞で約3割のブラッドレー歩兵戦闘車を失ったとして紹介されているウクライナ軍の第47機械化旅団については、反転攻勢作戦開始直後の8日にマラトクマチカの南の郊外にある地雷原の突破を試みた際の損失について述べているとみられ、この攻撃では南部ザポリージャ州に配置されているウクライナ軍第33機械化旅団と第47機械化旅団における損害は、13両中4両のレオパルト 2A6、109両中16両の M2 ブラッドレー歩兵戦闘車、6両中3両のレオパルト 2R 工兵車を1日で失ったとする記事を6月14日付で西側メディア各社が報じていたよ。その他にロシア国防省においては9日に、オレホボの南にあるノボダニリウカやマラトクマチカ周辺のウクライナ軍に砲撃や空爆を加えて、ウクライナ軍による攻撃を2度撃退したとした上で、この地域においてウクライナ兵680人、戦車35両、歩兵戦闘車11両、装甲兵員輸送車19両、アメリカ製のハンビーを含む軍用車両6両、フランス製の自走式 155mm 榴弾砲カエサル1両を1日の戦闘で撃破したとも発表しているんだ。さらに14日にもロシア国防省は、過去24時間にウクライナのドネツク州とザポリージャ州方面でウクライナ兵800人以上を殺害したと主張したほか、西側諸国から供与された戦車20両なども破壊して、ウクライナ軍部隊を撃退したことのほか、ドネツク州のバフムートなど別の方面でも205人以上を殺害したとして、ウクライナ軍に大きな損害を与えていると主張しているぜ。このようにロシア国防省からの情報発信では、6月6日以降毎日のように攻撃を仕掛けてきたウクライナ軍を撃退したとして兵員と装備に損害を与えていることを強調していて、特に戦車の破壊数を中心に大きな数字を発表しているが、インターネット上ではこのロシア国防省の発表については、最前線の兵士が誤認して報告した戦果を精査することもなくただひたすらにカウントして公表している可能性が非常に高いと見ていて、
ロシア軍が旧日本軍の大本営発表を見習っているかのようだと揶揄する声が上がるなど、その数字の信憑性については疑われているみたい。さらに、これほどの損害を出したされているウクライナ軍の第47機械化旅団はその後、ザポリージャ州オレホボからトクマク、メリトポリの奪還を目指して南に進軍していて、先日はロボーティネのロシア軍防衛ラインを突破したとする情報もロシア側から発信されていて、同旅団は現在ロボタイン郊外北西の森林で交戦中とみられているぜ。このザポリージャ州ロボーティネをめぐる攻防については、ザポリージャ州の新ロシア派幹部のウラジーミル・ロゴフ氏が7月3日に、ロシア軍が築いた防衛ラインがウクライナ軍の攻撃を受けているとして SNS に投稿していたな。このロゴフ氏は SNS への投稿において、2日にロボーティネに迫るウクライナ軍の戦闘車両や歩兵部隊が、砲撃による援護の下にロシア軍への襲撃を開始し、ロボーティネの西の塹壕がウクライナ軍に占拠され数百メートルの範囲で銃撃戦が数時間続いた後、ロシア軍が砲撃で反撃したためにウクライナ軍は撤退したとしていて、一時的にロボタインの西側の塹壕がウクライナ軍に占拠されたものの、ロシア軍が撃退したと主張しているんだけど、それを裏付ける動画や画像は確認されていないんだって。このロボーティネという集落は、ウクライナ軍が掌握しているザポリージャ州の都市オレホボの南約12キロにあって、ロシア軍にとってはザポリージャ州南部の占領地域を守るための要衝であり、この方面に構築された塹壕や地雷原は、ウクライナ国内に構築されているロシア軍の1000キロ以上にわたる防衛ラインの中でも最も重心が深いだけでなく、地雷の数が3つとされ、反転攻勢の開始以前から正攻法では突破が困難であると予想されていた地域なんだよね。そのため、8日に地雷を踏みロシア軍の反撃の被害に遭った第47機械化連隊は、威力偵察的な行動であった可能性が高いとの見方が多く、兵器については大きかったものの、レオパルト2やブラッドレイが損害を受ける動画を見る限りでは車両の損傷は軽微で、身動きが取れなくなった車両が完全に破壊される前に、乗員がほとんど退避に成功していると見られ、人的損失はほとんどなかったと言われているよ。なお、この際に失ったとされているレオパルト2やブラッドレイはその後に部隊が進軍したために、これら一度は放棄された車両を回収して修理して再び戻されていることが伝わっており、ウクライナ軍の兵器損耗率はかなり低下しているものと見られているな。2023年6月から東部ドネツク州南部から南部のザポリージャ州にかけての戦線において、反転攻勢を仕掛けているウクライナ軍の第128独立山岳強襲旅団とその隷下の第2独立歩兵大隊が、ザポリージャ州のピャキハトキという集落を奪還して解放したことに加えて、これまでにドネツク州も含めた領州においては、ウクライナ軍が最大で 7km 前進した上でロシア軍に占領されていた8つの集落と約113平方キロの領土を奪還したことを、ウクライナのハンナ・マヤル国防次官が19日に明らかにしており、決して大損害によって動きが停滞しているわけではないんだ。反攻作戦が開始されたとされているこの6月上旬からの約2週間において、ウクライナ軍がこれまでにザポリージャ州において奪還して解放した集落は8カ所に上り、取り戻した領土の面積は合計で113平方キロとなるが、これまでに比べてウクライナ軍の進撃速度が落ちていることが指摘されているぜ。マヤル国防次官は、ここまでにウクライナ軍がロシア軍に与えたであろう打撃以上の、最大の打撃はこれからこの先に起こるとしているね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。